認知症予防サプリ、シーズトーサとサプリメントがですね、景品表示法違反、食品表示法違反になったということに関して、今回のですね、ニュースのポイントは、消費者庁から景品表示法の措置命令というものと、食品表示法の是正指示という2つのですね、法律の措置というのがですね、同時に出されているというのがですね、結構ユニークというか、特徴的なニュースになっています。それではまず景品表示法の違反についてお話をしたいと思います。まあ、今回株式会社シーズコーポレーションが景品表示法違反になっているわけなんですけども、これは先ほども申し上げました有料誤認ということが違反ということで認定され、措置命令になりました。措置命令の対象の商品というのはシーズトーサという健康食品になります。今回の商品の表示していた場所なんですけども、自社ウェブサイト、楽天市場、それから本体商品に同梱した冊子、本体商品同梱したチラシ一式といったですね、ウェブとそれから紙媒体ですね、これがですね、表示されていた媒体で、まあ、ここに違反表現があったよということになります。で、表示内容というところで、例えばシーズコーポレーション楽天市場においてということで、トーサプラス PS で脳を活性化、認知症のリスクを軽減しますと書いてありますけど、まあ、こういったことが有利誤認の表示に当たりますよと。まあ、他にですね、どういったことが書いてあったかというと、脳神経細胞の退化を予防し、アルツハイマー型脳血管性認知症の症状が改善される脳機能活性栄養素ですと。PS フォスファチジルセリンは様々なお悩みに効果が期待されます。認知症予防、めまい、難聴、物忘れ、冴え、耳鳴り、記憶力、集中力、発達障害、意欲向上などと表示し、本件商品同梱冊子において様々な症状に投射栄養素と題し、がん、アレルギー症、花粉症、喘息、糖尿病、老化、アルツハイマー、認知症、関節リウマチ、不妊症、高血圧、脂質異常症、精神疾患、肝機能障害、感染症、膠原病、甲状腺障害及び胃潰瘍ほかなどと表示するなど、表示媒体において、あたかも本商品を摂取するだけで本件商品に含まれる糖鎖栄養素等が体の細胞に作用することにより疾病の治療または予防の効果が得られるかのように示す表示をしていたと。で、これに対して実際はということで、シーズコーポレーションに対して合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったということで、命令概要ということで、再発防止を講じてこれを従業員に周知徹底することと、今後表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく前期の表示と同様の表示を行わないことと、ですから疾病の治療とか予防とかができるといったことを書かないでくださいと。その他、シーズコーポレーションは本件商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく有料であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載したということで、新聞にも謝罪広告を出しましたよということが書いてあります。で、ここではですね、課徴金のことが書いてありませんので、まあ、今後ですね、3% の課徴金がいくらになりましたというですね、またプレスリリースは後日出てくると思います。で、これがですね、まあ、消費者庁のホームページにあります、シーズ投査の違反があると思われる広告表示の資料になりますね。これ先ほどのホームページと同じだと思いますけど、投査プラス PS で脳活性化、認知症のリスクを軽減しますと。いうことで、まあ、ここが認知症予防といったことを謳ってるからダメですよねと、まあ、それからこの赤いところで認知症の臨床データがあります。で、認知症の臨床データがあって出したのかもしれないんですけども、まあ、それはダメよと、こんなデータではエビデンスデータとして認められないということで NG になってしまったということですね。シーズ投査は栄養機能食品ですということで、特保栄養機能食品、それから機能性表示食品というのはですね、決められた効果効能を言ってもいいですよとルールにあるので、栄養機能食品だというのは別に言っても構わないですし、まあ、それによって効能効果を言っても構わないんですけども、まあ、それは何ですかという話になります。で、私も当社で元気いっぱいの毎日ですと、
ということで、このシーズコーポレーションの代表、社長の足立さんという女性がですね、こんなこと書いてますと。で、私は以前病気ばかりしていて、虚弱体質と言われていました。薬品アレルギーで薬を飲めず、いろいろなサプリメントを飲んでいましたが、なかなか効果的なものに出会えませんでした。まずここのですね、産業なんですけども、まあ、虚弱体質と、病気ばかりしていて虚弱体質っていう書いてあると、まあ、それが治るのかなっていうことで、まあ、薬事法的には、この病気とか虚弱体質を改善するってことを暗示してるってことで、まずここで NG があるということと、あとは薬品アレルギーで薬を飲めず、いろいろなサプリメントを飲んでいましたっていうことで、いわゆる薬よりもサプリメントの方がいいというような、その薬の否定ですね。まあ、そういったことをしているということで、ここも NG になります。12年前、免検キャム糖鎖を知り、自分の細胞の周りの糖鎖を強くすることの大切さを知りました。そして、糖鎖栄養素を飲み始めてからは、今までの虚弱体質が嘘のように、はつらつと元気な毎日を送っていますと。ここの産業ですけども、自分の細胞の周りの糖鎖を強くすることの大切さを知りましたと、まあ、いうことで、まあ、その細胞の周りにある糖鎖というですね、まあ、これを強くするっていうのが大切だというふうに、まあ、言ってるんですけども、一応ですね、細胞というですね、こういう部位は薬事法的に言えないと、薬機法的に言えないということになってますので、この細胞の周りっていうのが、まず薬機法的には NG になりますね。それから、糖鎖栄養素を飲み始めてから、今までの虚弱体質が嘘のように、発達元気な毎日を送っていますということで、まあ、明らかに医薬品的効果効能、体の改善といったことをここで、標榜してますので、まあ、虚弱体質を治したというところが NG になります。ぜひ皆様にも安心安全な高品質な糖鎖をお届けしようと数年前から糖鎖を販売させていただいております。私は65歳を超えた今でも元気いっぱい、全国の皆様からも喜びの声をたくさん頂戴しております。糖鎖を通じて皆様の健康のサポートができれば幸いです。株式会社シーズコーポレーション代表足立と書いてありますね。まあ、この社長の、まあ、いわゆる個人的な意見っていう感じで書いてありますけど、まあ、この中にもかなり薬機法違反がですね、散りばめられてるなという感じですね。まあ、今回のですね、景品表示法違反というところの対象になっているというわけではないんですけども、まあ、さまざまな法律違反の表示と言えるわけです。それでホームページにはこういう掲載がありましたよと。治りにくい病気は糖鎖に異常あり。じゃあ糖鎖飲めば病気は治りやすくなるんですかとかってことですね。それから糖鎖が元気なら細胞が元気、細胞が元気なら体は元気ということで、まあ、その糖鎖が元気、細胞が元気だから体が元気ってこう三段論法なのかもしれないですけども、まあ、糖鎖で体が元気とかっていうのは OK なんですね。糖鎖で健康維持とかそれはまあいいんですよ。ただ細胞を元気にするっていうことを言っちゃってるので、体の部位への効果効能は薬機法で NG なので、まあ、ダメですよと。あるいは景品表示法的に細胞を元気にするってエビデンス出してねって言われたら、まあ、多分そんなエビデンスは出せないので、まあ、これもちょっと厳しいということが言えるわけですね。でシーズ糖鎖が新成分 PS を配合リニューアルしましたっていうことで、まあ、先ほどと同じ糖鎖プラス PS で脳を活性化、認知症のリスクを軽減します、こういったところのエビデンスがないですね。それから糖鎖とは細胞から伸びる伝達網ですということで、まあ、こう栄養素なのかその細胞の一部なのかちょっとよくわからないんですけども、まあ、微妙な表現の仕方してますね。糖鎖の大事な役割、情報伝達、糖鎖の異常は体の不具合にということで、まあ、その細胞に働きかけとかですね、まあ、その栄養学的にビタミン、ミネラルを取ったらこうなりますという話はいいんですけども、まあ、糖鎖を取ると細胞に働きかけて細胞が元気になりますみたいなことを言っているので、まあちょっと薬機法的にはダメだし、じゃあこれを景品表示法的にエビデンス出せるんですかっていうと、まあこれもちょっと出せないかなと思いますね。糖鎖の作用メカニズムなんかよく書いてありますね。それから糖鎖の重要性は様々なメディアで注目を浴びています。糖鎖の健康学、こういった本で紹介されています。元気な糖鎖を作る8つの担当ということで、まあ、担当8個で元気な糖鎖を作るんですっていう、まあ、この辺はギリギリ OK かなと思うんですけど、でバランスの良い食事でも8つの担当を摂取するのは難しいことです。そこでこのシーズ糖鎖というのを取りましょうよということが書いてあるんですね。まあ、この辺はまだいいでしょう。シーズの糖鎖栄養素含有食品は品質にこだわり丁寧に作りました。シーズの糖鎖は栄養機能食品、皆様の健康をサポートします。シーズの糖鎖に含まれるツバメの巣、シアル酸はローヤルゼリーの200倍。シーズの糖鎖は栄養機能食品って書いてありますけど、栄養機能食品というのはですね、ビタミン、ミネラルで、後でお話しますけど、決められた栄養素なんですね。だからビタミン A とか B とか C とか D とか E とか、あとカルシウムとか、
マグネシウムとか葉酸とか、でこのシーズトーサの場合はビオチンというのがですね、その栄養機能食品の栄養成分にあたるんですけども、ビオチンとトーサってのは別のものなので、だから栄養機能食品って書いてあったけども、まるでトーサが栄養機能食品の栄養成分みたいに見えるので、まあ、それがそもそもダメだなという感じがします。シーズのトーサはこんな方におすすめ。健康に不安がある、なんか悩んでる、お腹でっぷり、元気な毎日送りたい、いつまでも美しくありたい、あの右側のですね、元気な毎日送りたいとかですね、いつまでも美しくありたいとか、こういったポジティブな表現っていうのは基本的に OK なんですね。ただ左側に健康に不安があるということで、ちょっと頭が痛いとか悩んでるとかお腹でっぷりとかですね、こういうネガティブなものを直す、改善するみたいな表現というのは基本的に NG だと思ってください。NG というのは薬機法的に NG ということで、まあ、例えばこのでっぷりという写真の場合、じゃあこのでっぷりに対して何かダイエット効果があるんですかっていうふうに誤認をさせると、この景品表示法違反になるという話なんですね。ただ基本は薬機法違反だとお考えください。シーズの投査で健康的な毎日を、まあ、これは OK なんですね。シーズの投査で健康的な毎日を、これぐらいだったら OK です。で、投査栄養素で健康になるっていうですね、サプリで健康シリーズナンバー10というですね、ヘルス研究所というところが出しているこう小冊子ですね、冊子があるんですけども、薬学博士なんとかさんっていうのが書いたと。で、こういうコンテンツがありまして、糖鎖栄養素とは、糖鎖の働き、糖鎖栄養素で健康になる、まあ、こういったことが書いてあります。まあ、この辺はまだ OK です。パート1、糖鎖栄養素とは。糖鎖って何っていうことで、まあ、細胞のところにくっついてるこういうタンパク質のことだよみたいなことを書いたんですけども、じゃあこれって細胞の一部じゃんっていうことなので、何らかしらの栄養成分あるいは機能性関与成分によってこの細胞の動きを活性化するっていう考え方ではなくて、細胞そのものをどこするみたいなことなので、まあ、ちょっと薬機法的にもダメだし、経費法的にもちょっと厳しいだろうなっていう感じがしますね。糖鎖はポストゲノム、なんかよくわかんないですけども、で糖鎖は細胞同士をつなぐコミュニケーションツールです。で糖鎖を構成する8種類の糖鎖栄養素っていうのがありますと、ね、ガラクトース、マンノース、フコース、グルコース、キシロース、N アセチル、ノイラミン酸、N アセチル、ガラクトサミン、N アセチル、グルコサミン、この8つの糖鎖栄養素というのが大切なんですよってことが書いてます。まあ、8つの糖鎖栄養素が大切なんですよっていうのは、まあいいと思います。で、それぞれの8つの糖鎖栄養素は、こんなことに役立つよっていうことで、働きっていうところで、まあ、例えばガラクトースだと免疫系に重要で、がんの成長、転移阻害とか書いてますね。免疫機能を高めて、まあ、がんを予防するとか、がんを治すみたいなことが書いたので、まあ、これもちょっともうダメですよね。で、続いてパート2、糖鎖の働きということで、糖鎖の異常が病気の原因になってますということで、かなりちょっと踏み込んだところですね。まあ、糖鎖異常があなたの体の不調になってんだよ、だから糖鎖が入っているシーズ糖鎖で病気が治るんだよみたいなことを訴求しようとしてるわけですね。で、糖鎖栄養素を食事だけで補うのは困難です、だからこれ飲みましょうと。で、糖鎖は免疫システムの要ですということで、まあ、その糖鎖栄養素をですね、しっかりとると免疫システムを維持したり改善したりしてくれるということを言ってるわけですね。あの糖鎖というものを私は否定しているわけではなくて、エビデンスがあればいいんですけども、まあ、そういったエビデンスがあやふやなまま販売しているっていう状態だとちょっとどうかなという感じがします。で、またですね、自己免疫疾患、リウマチ、糖尿病、アレルギー、喘息といったもの、こういった自己免疫疾患とかもですね、糖鎖異常なんだよっていうことが書いてあるわけですね。血液型も、がんの転移も糖鎖で決まる、なんかかなりすごいこと書いてますね。それからパート3、糖鎖栄養素で健康になるということで、糖鎖栄養素の作用、こんな作用があるんだよ。で、こういったさまざまな症状に糖鎖栄養素ということで、がん、アレルギー症、喘息、糖尿病、老化、アルツハイマー病、とうとうとうってて、もうちょっとやっちゃったなって感じのもう冊子ですよね。これ本当に誰も指摘しなかったんですかね、周りの人たちは。もうこれ、薬機法違反も甚だしいんですけど、本来だったらこれ、薬機法違反で逮捕とかされちゃう事件の小冊子ですよね。で、最後、裏表紙ですね。シーズ糖鎖、株式会社シーズコーポレーションということで、これ売ってるんですね。1冊250円。出版してます。だから表現の自由でしょっていうのかもしれないけど、まあその本をですね、商品とともに同梱してるし、
この本を書いてるのは販売会社さんなので、これどう見たって広告でしょということで、まあ、今回は NG になったというふうに考えられます。続いて景品表示法と一緒に出されました食品表示法についてお話をしたいと思います。この商品シリーズ倒査について、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準に違反する表示を行っていたことから、同法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。まあ、指示って何ですかっていうと、表示パッケージ表示を直してねっていうことですね。食品表示法っていうのは食品パッケージの表示のルールなので、まあ、いわゆる改善指示、修正指示ということを言ったということですね。で、どういう内容かというとですね、表示媒体としては容器包装ということで、まあ、パッケージ表示ですよと。で、表示内容としては栄養機能食品に関わる栄養成分の機能の項の規定に関することとして、栄養機能食品である旨および当該成分の名称について、栄養機能食品括弧ビオチンと表示すべきところを栄養機能食品ビオチン配合と表示していたと。これちょっと分かりづらいですね。まあ、簡単に言うとですね、栄養機能食品カッコビオチンっていう書きなさいっていうルールなのに、そのカッコがなくて栄養機能食品ビオチン配合と書いてると。同じ意味じゃんっていう気もするんですけども、まあ、食品表示のルールとしてはこれはダメと。それから B、 摂取する上での注意事項について、本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってくださいと表示すべきところ、本品は多量摂取により疾病が完治したり、より健康が増進するものではありませんと表示していたということで、治癒って書かなきゃいけないのに完治って書いてるよっていうことと、1日の摂取目安量を守ってくださいって書かなきゃいけないのに書かれてないというところがダメだと。それからバランスの取れた食生活の普及啓蒙を図る文言について、食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスをと表示すべきところ、食生活は主食主菜副食を基本に食事のバランスをと表示していたと。これ見てうん、どこ違うのと思うかもしれないですけど、ここですね、副菜を基本に点当点があるんですよ。ここに副菜を基本に当点がないんですね。シリーズ倒査はこの点がないと。そんなのどうだっていいじゃんっていう気がするしますけども、ダメなんですね。食品表示法は1文字たりとも間違ってはいけないというルールなので、ああ当点がなかったと。まあどちらかというとですね、ついでに指摘しましたよっていう感じですね。これはまあもはやそこの部分が一番問題だというよりは、そもそも景品表示法で NG だし、まあ、ビオチンとかに関してもちゃんと書いてないってことですね。それから栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言について表示していないと、まあ、こういったことが違反だよということで、それをちゃんと直してくださいと。あとですね、他の違反としてはですね、栄養機能食品である本商品に対しフォスファチジルセリン PS 配合、脳機能を元気、脳細胞に多く存在及び糖鎖とは様々な担当が鎖状に連なったもので、細胞間のコミュニケーションに重要な役割を担っていますと基準別表11に掲げる栄養成分以外の成分の機能を書いていました。栄養成分というのはこれはビオチンという成分なので、フォスファジルセリンとか糖鎖関係ないっしょということですね。それからうっていうことで、機能性表示食品以外の食品である本件商品に対し、医療機関向け機能性食品と機能性表示食品と紛らわしい名称を表示していると。要は機能性食品とか機能食品とか機能食材とかですね、まあ、その機能っていう字を入れた書き方をするのをやめてくださいっていうですね、ガイドラインみたいなのがあるんですね。なので、まあ、それで紛らわしいよと。で、法令の適用としては、まあ、それぞれ以上のようなことに対して違反しているよと。で、指示の内容っていうのがあるんですけども、販売しているすべての食品について直ちに表示の点検を行い、不適切な表示の食品については速やかに基準に従って適正な表示に是正した上で販売することと、まあ、表示を直してくださいと。販売した食品の一部について基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の欠如並びに表示内容の確認及びその管理体制の不備があると考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明及び分析を徹底することと。要はその社内体制っていうのはどうなってるんですかと。
なんでそもそもこういうことが起きちゃったのと、ちゃんとそれに対して説明責任を果たしてくださいということですね。それから異の結果を踏まえて食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと、これにより今後販売する食品について基準に違反する表示を行わないこと、結構厳しいですね。ちゃんとそれに対して説明責任を果たしてくださいってことですね。え、従業員に対して食品表示制度についての啓蒙を行い、その遵守を徹底することと、を、あからえまでに基づいて講じた措置について、令和3年6月14日までに文書をもって消費者庁長官に報告することということで、今月の14日までに消費者庁長官に、なんでそもそもこういうことが起きちゃったのと、で、それに対してどうやって直していくの、で、従業員にどうやって教育啓蒙していくのっていったことをまとめて消費者庁長官に報告してくださいと。なんて言ったんですかね。要は始末書みたいなものを書けっていうことですね。説明責任を果たしてくださいっていうことですね。まあ、こういったことに関しては、例えば私、弊社 RCT ジャパンとかっていうのは、社員の教育、それから表示のチェック、広告のチェックっていったことをやっていますので、まあ、そのシーズコーポレーションさんがですね、どうしたらいいかな、よくわかんないなっていう場合はご相談していただければというふうに思います。それで、最初に話が出てました、栄養機能食品っていうのはそもそも何ですかって話なんですけども、まあ、栄養機能食品っていうのは、決められたビタミン、ミネラル、ビタミン A とか B とか C とか D とか E とか、それからカルシウムとかマグネシウムとか葉酸とかっていうものがある一定以上入っているものに関しては、効能効果を自動的に謳えますよという制度が栄養機能食品なんですね。で、このシーズ等差に関しては、ビオチンっていうのが一方あたり45マイクログラム入っていますので、このビオチンの規定にあります15マイクログラム以上500マイクログラム以下というですね、規定値の中に入っていますので、ビオチンは皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素ですっていう言葉を自動的に言えるっていうですね、栄養機能食品になってるんですね。ですからこれを前面に出すのは全く問題なかったんですけども、このシーズ等差に関しては、まあ、その等差といったものとか PS フォスファチジルセリンといったものを前面に押し出していたので違うんじゃねっていう話になったわけですね。それからパッケージの表示、栄養機能食品のパッケージ表示に関しては、こういったことを書いてくださいねっていうですね、基本ルールっていうのがありまして、これは消費者庁のホームページにありますけども、まあ、これちゃんと守って書いてくださいと。で、今回の問題になっていたのは、栄養機能食品、カッコビオチン。ここですね。ここの栄養機能食品、カッコビタミン C ってこういうふうに書かなきゃいけないのに、このカッコ書かないで置いといたと。まあ、それがダメですよと。で、その下にビタミン C は皮膚や粘膜の健康維持するとともに抗酸化作用を持つ栄養素ですっていうことが書けるんですけども、まあ、ここに書かなきゃいけない、こういったことちゃんとやってないと。本品は多量摂取により疾病が治癒したりと書かなきゃいけないのが完治したりって書いてるとか、1日の摂取目安量を守ってくださいって書かなきゃいけないのにこれを書いてないと。で、一番結構きついなと思ったのは、食生活は主食主菜副菜を基本にっていう、ここのですね、この当店がないと。いいじゃんって気もするんですけど、結構ですね、機能性表示食品の届け出でもですね、結構デザイナーさんがしくじってですね、この当店を落としちゃうっていうことがまあまああるんですよね。なのでこの当店落ちで不備指摘で起こってくるっていうことはあります。あとですね、栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言っていうのがあるんですけど、これ何かっていうと、1日あたりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量の栄養素等表示基準値で、かっこ18歳以上基準熱量2200キロカロリーに占める割合ビオチン何パーセントっていうのを書かなきゃいけないと。まあ、ビオチンは50マイクログラムしかないので、熱量っていうのはですね、多分ほとんど 0% だと思うんですけども、まあ、そういったことを書かなきゃいけないというですね。まあ、この C と D に至っては割と使用抹殺ですけども、一応書かなきゃいけないルールを守ってないということで一応言っとくよっていう感じですよね。それから機能性表示食品じゃないのに機能性食品みたいなこと書いてるっていうことなんですけども、フォスファチジルセリン PS に関してはすでに記憶力の維持というですね、機能性表示食品になっていますので、この 100mg 以上この PS が入っていれば、大豆由来フォスファジルセリンは記憶力が低下した健康な中高年の認知機能の一部である記憶力、言葉を思い出す力の維持をサポートすることが報告されていますといったことがですね、言えるんですけども、ここでちょっと重要なですね、ルールがあるんですけども、機能性表示食品はですね、ガイドラインに書かれていまして、
以下に掲げるものでないことっていうですね、特保、特別用途食品及び栄養機能食品って書いてありまして、要は機能性表示食品か特保か、機能性表示食品か栄養機能食品かということで、両方をですね、兼ねるということができないっていうルールがあるんですね。なのでこのシーズ搭載に関しては栄養機能食品と機能性表示食品を兼ねるということができないというルールがありますので、このシーズ搭載の対策としてはですね、栄養機能食品でビオチン、皮膚や粘膜の健康維持ということで謳って引き続き販売するか、あるいは機能性表示食品として届け出をして、ホスファチジルセリンのですね、記憶力の維持という商品で売っていくのかということで勝負をしなければいけないかなと思います。まあ、この場合ですね、搭載っていうのをですね、あんまり強調できないっていうそれぞれの問題点があるかというふうに思います。はい、非常に長くなりましたが、認知症予防サプリシーズ搭載とサプリメントがですね、景標法違反、食品表示法違反になったということに関して詳しく解説いたしました。健康食品、機能性表示食品のご相談はお気軽に私持田までご相談ください。以上、薬事通販コンサルタントの持田喜一郎でした。